釣れないですね。そこは「待ったごめん」とおっしゃってくださいな。待ったごめん。うん、待った待った。仲いいのね。おっ、バッカ野郎、実の兄弟だからいいんじゃねえか。グッドモーニー、マイブラザー。ただの DV だろうが。ただのディアビーナス。もうお兄ちゃんってば。シスカン、ドメスティックバイオレンスだよ。もうたく、いい加減降りろ。なんで反応しちゃうから。死ね。トトイ。あ、テレビで見せない映画特有の関係性、トトイ。よし、もう一周行こうか。行かねえよ。この後買い物に。おい、チケット買いに行こうとするな。俺は知人の視線をすぐに感知できるハイパーセンスを持っているのさ。マジかよ、自分で言ってて恥ずかしくない？めっちゃ恥ずい。キリッと言うな、キリッと。これから行くお店は辛いラーメンを出すお店なんです。もしアリサさんが辛いものが苦手でなければ。ここ？はい。てめえが地獄の釜って、これラーメン屋さんなのよね？はい、そうですよ。実は今朝、マサチカ君と一緒にベッドにいたんですが、このお店、この鬼の涙で辛さを追加できるみたいなんです。アリサさんもよかったらどうぞ。おい、ユキ。こいつ、分かった上で。これはどう？あ、キャー、お兄ちゃんのエッチ。てめえ、タイミング見計らって出てきたろ。バレたか。バレるわ。まあ聞きたまえ、マサチカ君。あ、私はつい先ほど大変なことに気づいてしまったのだよ。大変なこと？そう、長いこと一つ屋根の下で過ごしておいて、着替え遭遇イベントを消化していなかったことにね。予想を超えてろくでもねえ。というわけでサービスショット。いやー、どこ向いてんだ、どこ。ユキ、お全店は帰ってなえる。シラリズムこそが正義だ。なるほどな、これは盲点だったぜ。いや、寝取られてはねえ。どうする、妹のファーストパイタッチ奪っちゃう。パイタッチ言うな。なんてね、小学生の頃にすでにお兄に奪われてるもんね。そんな記憶はねえ。私の股間に顔面ダイブした上、右乳をがっつり揉んだこと。そんなミラクルを起こした覚えはねえ。こってこてのラッキースケベイベントを捏造すんな。今舌打ちした。お兄ちゃんは私のこと大好きだもんね。まあな。お兄ちゃんが出れた。うっせ。しょうがないな。じゃあ今度はベッドの下に潜り込んでおいて、降りた瞬間に足掴んであげるね。おい、おい、お、おれ。するか、おぼこの箱入り娘か。紛れもなく箱入り娘ですが、何か。愛していますよ。この世の誰よりも。誰よりも。ええ。修羅場、修羅場なの？やっちまえよ兄貴、アーリャさんの涙目、正直ゾクゾクするよな。ダメよ、アーリャちゃんにそんなことしちゃね。よ、邪魔だ。
許せ、アーリャ。